どうもプロです。軽く自己紹介します。溶接歴は20年、一応ウエス2級、鉄骨製作管理1級、 AW はゴールドカードを持ってます。今回は板厚約 80mm の横向き溶接していきます。正確には 76mm ですが、自分がただ厚いのやりたかったんで投稿しました。フラックスタブないんで、なんちゃって構成タブ方式でやっていきます。脚長は板厚の4分の1の 20mm 持っていきます。毛垣は解析面なので、そこから 20mm 足を出します。横向き溶接の狙い位置、通し角度、気をつけるポイント、重ねるコツなどを溶接中に話しながらやっていきます。横向き溶接苦手な方はぜひ参考にしてください。僕が横向き始めた時は、師匠に3回も4回も失敗して外観ガウジングでハツリ取られ、最初はものすごく大変な思いしてます。今では UT だけではなく RT も真っ白にできるようになりましたので、うまくできない方にはこの動画を通して伝えられたらなと思います。 UT も基本自分は感度上げても何も出ないし、 X 線も AW の結果も一つも何もない真っ白の結果なので、自分の動画もそのやり方に基づいてやってますので、一応根拠はあります。動画途中にいきなり大事なこと話したりする場所もあるので、飛ばさないでください。それではやっていきます。タブのギャップ広くなってしまったので、貝先面にたどり着いたらウィービングしていきます。少しピント合ってませんがご了承ください。なんとなくわかると思いますが、アークが裏当て金下側と貝先の先に当たっているのがわかると思います。1パス目の中身を完璧にするには、アークで狙えていない場所があったり、アークよりプールが先行するようなやり方は欠陥のリスクがあるので気をつけましょう。自分の溶接動画で見て思ったんですが、貝先側にウィービングするタイミング、もう少し早い方がいいですね。若干ですが、裏当て金の下側ばっかりとかして、上側がおろそかになっている場所がありますね。ギャップが 5-6mm の時はこれでもいいですが、 7mm 以上ある時は上に振るタイミングを気をつけた方がいいです。1パス目のウィービングの仕方はこのようなやり方でやるとします。今書いているのがワイヤーの位置です。書き方ちょっと悪いですが、貝先の先から 1mm 離れた場所をキープします。ワイヤーで貝先側を狙いすぎると、かっちゃいてグサッと音が出た瞬間に大量のスパッタが出ます。ひどい場合掘れてしまい、次のパスを埋める時にうまく溶かせられず、内部に傷ができたり NG のリスクも高まります。なのでアークの分も計算して、ワイヤーの位置をこのくらいにキープするようなイメージでやるといいです。フットペンをアークで例えます。見ていると全て塗りつぶされているのが分かりますよね。基本アークで当たっていない場所は何かしら内部にできていると思ってやってください。これは全姿勢の溶接で同じことが言えます。ダメな例を書きます。ワイヤーで貝先上部を通し角度30度で、この位置は絶対にダメです。この範囲もダメです。フトペンでなぞります。アークで狙えてない場所ができましたね。1パス目はこのようなイメージでやると、中身がかなり良くなります。意識してやってみてください。それでは2パス目いきます。1パス目の下側の際だけアークで狙い、プールが貝先側に被らないように、そしてあまり足を出さないように溶接していきます。炭肉の多層盛りの感覚でやると、仕上がりの脚長がとんでもないことになります。条件にもよりますが、基本下側のパスを走るときは 2-3mm 以上足を出さない方がいいと思います。3パス目は1パス目と2パス目のビードの際を一緒にアークで狙います。映像の場所を今の電流溶接速度で狙いながら進むと、プールが2パス目の頂点にしっかりかぶります。
アークの位置を見ると2パス目の頂点より若干上の位置をキープしているのがわかります。リードの頂点まで正確にぴったり合わせるならウィービングするといいと思います。ウィービングするとプールが広がりやすくなり重力で下がるので帳尻合うかと思います。3層くらいまでは欠陥のリスクがあるのでしっかり溶かします。4パス目は2パス目と3パス目のビード下側をアークで一緒に狙いながら進みます。基本的に進行方向は左から右に進み、溶け込みが深いアークよりプールが先行しにくい後退法がいいです。ワイヤー突き出し長さは20から25ミリをキープ。左からやり続けて右のクレーター処理側のビードが左側より足りなくなったら右から左に進みビードを調整すると調節できます。カルテ編集でごまかしました。5パス目は4パス目の上側のビードと3パス目の残っているビードの際をアークでウィービングしながら狙います。この層は3パスでやる方が多いのですが、プールが貝先側にかぶりやすくなるので僕は2パスでやります。この層が終われば、よっぽど悪い方しなければ中身 NG になることはないと思われます。タンブ下手くそですがご了承ください。構成タブ初めてやったので。4層目は3ビードで貝先までやります。気が遠くなりますよこの板厚。何時間かかるんだろう。9パス目、10パス目、11パス目、12パス目。全然埋まらない。この板厚でジェット高値が使えないから無理やり高値で取ってやってますが、ワイヤーがすごいことになってます。13、14、15、16、17パス目ですね。ジェット高値の大事さを痛感しました。18パス目。19パス目。20パス目。21パス目。22パス目。次からカメラの向き変えます。23パス目。カメラの位置、右と左で設定変えないとダメなんですね。左に置いた方眩しいですね。この辺りで足の出方確認してった方がいいです。下の脚長は出してないつもりでも出やすいので、板厚ある場合は横から仕上がりを数層ごとに確認し、修正しながら最終層まで行くと失敗のリスクを減らせます。真正面ではなく横から見た方がいいですね。慣れてない人はビードの中央がこのようにへこみやすいので、なってしまったら次の層で真ん中だけプールを膨らます意識を持って修正しましょう。横付けは下側のパス、土台がしっかりまっすぐ走れてないと全ておかしくなるので、前の層からできるだけまっすぐ走れるようにひたすら練習するしかないです。プール形状を維持し、狙い位置、角度を正確にできる体勢がとても大事です。いい体勢を見つけてひたすら練習です。
重ね方なんですが、横付けの基本は必ずビードの中央部まで重ねることです。前のパスのビードを目印にしながら、アークを下側のパスのビードの頂点に合わせてウィービングしながら、アークと同じ幅のプール形状のまま進みます。こんな感じでやりながらどんどん重ねていきます。貝先側に近づいてきたら、アークの位置と貝先の距離もなんとなく測れるようになるので、途中見えなくなる人は目印として前のパスのビード、なんとなく見える土台のパスとプラスアルファ貝先と今の位置の距離を計算しながら溶接するといいと思いますね。26パス目。ウィービングすると光の加減で下の土台の頂点が光に照らされチラッチラッと見えるので、いい場所をキープしやすくなります。土台の頂点が見えるならストリンガーウィービングでもいいです。27パス目。で、ここで事件が起きます。よくあるあれです。カメラのバッテリー切れ。携帯カメラで層ごとに撮影続行します。途中のパスが訳が分からなくなってきましたが、何パスやったかはメモってあるので最後公開します。やっと最終層手前まで来ました。18層です。解析が埋めすぎた。バッテリー切れしたとこで一旦やめて次の日撮影してます。最終層取れなきゃ意味ないので、設定悪くて眩しいですが撮影マジで難しいです。見ていてお気づきの方はいらっしゃると思いますが、僕は基本層ごとに同一方向にやります。左から右に進んで、次はクレーター側から右から左に進みません。スタート側より熱が入っているので、クレーター側からスタートするとビードがスタートした瞬間に下に下がりやすくなるので僕はやりません。特に初走の方でやるとアークよりプールが先行しやすくなるので傷になりやすくなります。僕はそれで昔 NG になったので、なるべく左から右に同一方向に進みます。ビードのバランス調整で右から左に同一方向に進むやり方しますね。ウィービングしながらプール形状を同じ形にキープしながら進みます。質
下のビードの頂点にアークを一瞬当てながらプールをかぶします。わかりますかね。一瞬アークをビード頂点に触れさせてます。ウィーリングするたんびに正確に狙わないと綺麗に幅の揃った溶接にならないので、かなり意識して練習しないとうまくできないと思います。ウィービングがどうしても苦手という方はストリンガーウィービング極めるしかないですね。電流上げて前後ウィービングでもいいと思いますし、一番は自分に合ったやり方がいいので、あとですね、クレーター処理は本当に個性が出ます。僕もいろいろ試してきましたが、最終的にクレーターは小さくする方が好みなので、電流は低めにしてチンタラやります。電圧も気持ち低めにすると盛りやすいので下げてます。処理してる時はプール形状をよく観察し、次のパスをかぶせても凹凸できないようにビードを整えます。クレーター処理はプールの真ん中ではなく上部で処理するのがポイント。真ん中だとプールが下がってしまいます。プールの状態を必ず確認しながら整えていきます。
最終パスは300アンペアストリンガーでやってます。最終パスは260から280アンペアがやりやすい電気だと個人的に思います。アンダーカット頻繁にしてしまう方は電圧を気持ち下げるとなりにくくなります。やっと終わりました。2時間半はかかってないと思います。最終パス280アンペアでやればよかった。真ん中は膨らんでるし、積層図はこんな感じです。多分合ってます。多分。反省点を生かせば次はもっと綺麗につくはず。まあこれが実力ですね。この経験は無駄にならないでしょう。もしかしたらパスの数え方1層分足りないかもしれません。編集してわけわからなくなりながらやってたので、いや最終パスがゴミですね。前のパス埋めすぎて見えなかったです。前のパス埋めすぎるとこうなります。撮影の仕方を教えてくれた溶接日記さん、スリーディアマンさん、ありがとうございます。まだまだ設定微調整が必要ですが、次回は視覚優先で SA3F か AW 投稿を考えてますが、溶接技術協議会があるのでそちらに専念したいので、数週間お休みするかもしれませんのでご了承ください。楽しみにしていただいている方に申し訳ありませんが、長々ご視聴ありがとうございました。